津軽新著は、江戸時代中期の大名、武津国広前半六代藩主。官位は、十五位下、では守る。教法四年二月二十七日、津軽信沖の長男として誕生。教法十五年、父、信沖が創生したため、翌教法十六年一月二十二日、祖父、信都氏の着孫村となった。同年二月十五日、八代将軍、徳川吉宗に、 おまみする。同年5月16日、信都市の隠居により、家督を譲られる。同年12月23日、従ごいした、では守るに除任した。当初は、比較的裕福であった広崎藩の財政であったが、風が趣味であった、仙台藩主、信都市の浪費に天載なども加わり、この頃の犯罪性は、困窮気味であった。また、信氏の浪費が、に知れ渡り、 浪費を嫌い倹約を推し進めていた、将軍、徳川吉宗たちに、先代の評判は、あまり貫ばしくはなかった。信都市から13歳の少年への家督相続は、幕府からの懲罰とも伝えられている。藩を継承した、新著の地世紀は不運にも、凶作、正さ大島噴火による津波、数度の洪水、薬病の大流行、害虫の大発生、城下や青森町の大火。 江戸地の薄山の噴火の影響による群発地震、果ては領内大地震など天災が相次いだ。領民は困窮を極め、結果として犯罪性も著しく悪化した。藩の危機的事態を打破するためにも、慎重及び津軽藩は反省改革を断行する。当初は13歳での相続でもあり、先代からの過信や反省をそのまま継承していたが、 15歳頃から家臣の入れ替えを行い、様々な改革に着手し始めた。改革の内容は倹約令や仮米制度を中心とした当時の幕府の方針に沿ったものであった。方向性としては幕府の教法の改革のプランに沿ったものである。藩主には倹約令を出し、また清掃の簡略化を命じて無駄を減らした。天才で困窮する農民に対しては、 不豪からご用金を徴収して救済に充てた。上下に訴訟箱を設置して広く民間の意見を求める政策も言った。その他乱学を中心とした文部を奨励するなど、倹約消極策だけではなかったが、これも吉宗の方策に近いものである。これは幕府におもねったわけではなく、全国的な当時の改革のスタイルだったと思われる。延教元年5月11日。 広前城下で退化が起こった。この直後の5月25日に、新著が26歳で病死したため、反省改革は一旦頓挫した。死後、家督は、長男、新霊が継いだ。ありがとうございます。